湘南の慢性腰痛専門整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日はですね、慢性腰痛改善のために必要不可欠な4つの重要なアプローチポイントとはということで、今日はその4ですね。はい、4つの重要なアプローチポイントはその4、まあ一応最後になります。はい、まあ、その4、首ですね。はい、まあ、毎回ですね、腰の痛み、腰痛の原因は腰にはないっていうことをお伝えしているんですけども、今日は首ですね。はい、首ですね、本当に腰痛の原因になる場所になります。はい、で、じゃあ首が原因で腰痛になる方の特徴として、動作のし始めですね、はい、動き始めの痛み、動き始めの痛み、動き始めの腰痛ですね。動き始めた時に、あっ、痛っみたいな時はですね、首が原因です。はい、で、まずですね、ちょっと想像していただきたいんですけども、人のですね、人の構造ですね、人の体の構造で、首というのはですね、動作のし始めは必ず首から動くようにできています。はい、例えばですね、あなたが、名前を呼ばれた時ですね、名前ですとか呼ばれた時、おーいとかでもいいので、おーいって呼ばれた時ですね、えって向きますよね。首から動くわけです。じゃあおーいって言われてですね、はーいって向く人いないですよね。はーいって向く人いないですよね。はい、体から動くこと、胴体から動くことっていうのは、まあ、考えづらいわけです。逆にもう一つ想像していただきたいのは、首が寝違えた方、首痛くて寝違えた方って呼ばれた時、おーいって言われた時、はーいって首を固まらせた状態で向きますよね。はい、なので、ま、人間の体の構造として、動き始めは何でも首から始まります。首から始まって、胴体から始まって、何かをですね、投げたりとかでもいいですけど、何かを蹴るときもそうですよね。ボールをこう蹴るときとかでも、首から始まって胴体に伝わって、下半身に伝わって、最後足で蹴るわけです。はい、じゃあ蹴る方を首を向かないで、顔をですね、蹴る方を向かないで蹴ろうとすると無理ですよね。こっち向きながらこっちに向かって蹴るっていうのは、見てないからじゃなくてですね、人間の構造上ですね、まず首から動いて、首、胴体、股関節、足、下半身っていう風に伝わっていくわけですね。なので、まあ、動き始めが首が関係するっていうことは理解していただいたかと思うんですけども、首がもしですね、硬くなってしまっている、首周りが硬くなってしまっている方ですね、そういった方は動き始めに首が動かなくなるわけですよね。はい、首が動かなくなると、どこが動きすぎてしまうかというと、腰なんですね。首が動かないから、腰が「おーい」って言われて、首はふんって向けばいいんですけども、「おーい」っていう感じで、首が動かない代わりに腰が動いてしまうんです。なので、動き始め、動作のし始めで腰が痛いという方ですね、そういう方は首周りチェックしてみてください。もう首カッチカチだと思います。首がカッチカチでしたら、首の筋肉をほぐしていかなくてはいけないんですけども、ちょっと首に関しては一つ、もう一つ深い治療をしていかなきゃいけないんですけども、じゃあなんで首が硬くなってしまったかっていうことを考えなくちゃいけないわけですね。首、まあ後ろだったり前だったりなんですけども、首の筋肉につながってるこういう胸の筋肉だったり背中の筋肉ですね、はい、そういったところがこう引っ張られてる状態、要は姿勢が悪い状態が悪い状態でいつもいられる方っていうのは、首の筋肉常に引っ張られてます。引っ張られてるので、首の筋肉緊張してきます。で、首が動かなくなります。首が動かなくなれば、動作のし始めで首が動かないので、腰が動きすぎてズキンと痛いんですね。なので、首の硬さがある方、首を揉めばいいっていうもんではなくてですね、その首の筋肉が硬くなった原因、すなわちですね、やはり肩甲骨周りになってくるんですけども、そういったところの硬さを取っていくっていうふうにすると、首が動きやすくなりますので、動き始めの腰痛ですね、はい、
朝起きた時とか寝返りの時の痛みもそうですね。寝返りの時、首を動かさずに寝返りできないですよね。やってみると分かるんですけど、首が動かない状態で寝返りって無理なんですよ。首が動いて体がひねられていきますから、寝返りの痛み、あと起き上がりですね。はい、寝返りだったり起き上がりの時に腰が痛いっていう方は、もうまさに首が原因になっているということが言えます。はい、そういったことでですね、まあ、慢性腰痛っていうのはですね、いろんなところに原因があって、いろんなところが硬くなって、その代わり腰が動きすぎてしまっている、まあ、はっきり言って腰は被害者なんですね。そこに腰をこうギュウギュウしたり、ボキ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 したりとかしてもですね、原因はそのままですので、すぐに痛み戻ってきますし、腰が動きすぎてしまっているギリギリの状態をさらにぐーっと力加えてしまうと、取り返しのつかないことになる可能性もあります。背骨がもっと行っちゃいけないところに行く、それか背骨がギュッと潰されて間の軟骨が出てくる、まあ、ヘルニアですよね。そういった状態になりかねませんので、腰が痛い方ですね、腰に対して何かこう強い刺激を入れるっていうことはですね、やめていただきたいですし、注意してください。はい、なので腰に腰痛を治すためには原因を見てくださいっていうことが一番大切っていうことになるわけです。はい、本日はですね、まあ、腰痛改善のために重要なアプローチポイントとして、その4、首というお話をさせていただきました。はい、腰痛でお困りの方ですね、はい、メールでの無料相談受けたまっておりますので、遠慮なさらずにですね、お気軽にメールしていただいて、質問に対して無料でお答えいたしますので、はい、またですね、腰痛改善のためのヒントだったりアイデアですね、日々発信しておりますので、はい、チャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。はい、本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。